優勝戦3号艇の岡雄心選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。準優勝戦は4コース角からコンマ1号のスタート、まくりきっての1着で優勝ということになりました。順位振り返っていかがでしたか？そうですね、まあ、進入もかなり読めない感じでしたし、何コースになるかも分かってなかったですけど、はい、まあ、自分もダッシュから行くの、短期でもダッシュから行くのは決めてたんで、はい、まあ、スタートはすごい集中していきました、はい、はい、まあ、結果的にちょっとスタートはほっちゃったんですけど、まあ、勝ててよかったと思います。はい、スタート展示は6コース回りでしたけれども、もうダッシュに絞っていたというので迷いなき攻めでしたね。まあ、そうですね、スタートした時にまあ内側がいなかったので、はい、まあ、もう行くつもりで行きました。はい、足の仕上がりとしては、ではそのぐっと回るターン回りのあたりはいいですか？そうですね、直線系はまあ前肩日からずっとそれなりの手応えはあって、はい、伸びてく足はないですけど、ちょっと余裕あるなという感じですね。はい、優勝戦の枠は3枠ですけれども、ではこの現在の足で勝負ですか？そうですね、まあ、気象条件に合わせて微調整は必要かなと思いますけど、はい、まあ、順位も追い風の割には1コーナーすごい帰り良かったので、はい、まあ、あの辺は残したまま、はい、しっかり合わせていきたいなと思います。バチッとスタートをいければと。まあ、そうですね、うち2人も早いんで、はい、まあ、出し抜いたスタートは無理だと思いますけど、まあ、自分のスタートいって攻めるレースしたいと思います。はい、分かりました。今年はこれが2回目の優出で、前回の優勝は21年6月の尼崎となっております。優勝戦向けての一言をお願いします。そうですね、昨年1回も優勝できてなかったので、まあ、久しぶりに頑張りたいと思います。